1万円分本を買ったので1冊ずつご紹介していきます。いらっしゃいませ。読書師と友のライブラリーチャンネルへようこそ。今回は1万円分本を購入したので、それを1冊ずつご紹介していきたいと思います。ではまずコミックエッセイから紹介していきます。1冊目、じゃん、眠れぬ夜はケーキを焼いて、3巻。ボボフさんが書かれている、眠れない夜を過ごしている人たちに送る心温まるお菓子コミックエッセイです。お菓子が主に紹介されてるんですけれども、お菓子作りをするこの狼さんが眠れない夜に、眠れない狼さんがお菓子作りをして癒されて、そして猫と戯れながらそこに着くというような日常を描いているコミックエッセイになります。第8回料理レシピ本大賞コミック賞を受賞している作品の第3巻になります。私これ最初ツイッターで見て、絵とその雰囲気がすごく好きになって買いました。こちらですね、今楽天さんで、楽天ブックスさんで購入すると、このクリアしおりがついてくるので、こういう特典が欲しい人は楽天ブックスさん、もしくはアニメートさんで買うと特典のペーパーがついてくるようなので、そういうの探して買うのも面白いかなと思います。2冊目、じゃん、家が好きな人、伊田千秋さんの作品です。こちら3月に発売されたばかりの作品なので、もしかしたらご存知の方多いかと思いますが、有名なイラストレーターさんである伊田千秋さんのコミックとイラスト集になっています。全部で5人分の家が好きな人のお話が載ってるんですけれども、もう表紙見る感じですごく可愛いし、優しい雰囲気が伝わってくる作品だと、優しい雰囲気が伝わってくる作品だと思いますよね。もうこれすでに読んだんですけれども、すごく癒されました。カフェで読んだんですが、これ家で読むとより臨場感というか伝わっていいんじゃないかなと思います。3冊目、じゃん、泣きたい夜の甘味どころ、中山ゆかりさん作です。これは中山ゆかりさん の前の作品とかで結構ツイッターとか上がっていたので、ご存知の方かなり多いのではないでしょうか。私これ Kindle Unlimited で一回読んだのですが、カラーで持っておきたいと思ってもう一度購入しました。結構コミックエッセイは私癒し本が多い気がします。自分の心が疲れた時にちょっと読もうかなって思って読むものが多いので、結構癒し系の本を買うことが多いです。では次に実用書をご紹介します。じゃん、書く習慣、自分と人生が変わる一番大切な文章力、石川由紀さんの作品です。こちらは第2作目、ポンコツの私で生きていく。私こっちを先に読んで、で書く習慣のって書いてあったので、こちら購入しました。ポンコツの私で生きていくの方は、この石川由紀さんが今のそのライターを選ばれるに至った流れとか、その社会に適応できにくくてもいいんだよっていう心を、和ませてくれるような、背中を押してくれるような作品でした。ぜひね、こちらも読んでいただきたいと思います。こちらですが、それで買ったんですけれども、書くことっていうのは特別なことじゃなくて、その一般の人たちの日記とか簡単な
自分の思いを綴るというだけでも書くことにつながるので、ぜひ習慣を身につけてほしいっていう実用書になっています。これ私購入したんですけれども、こちら Kindle Unlimited の方で今無料で読めるようになっているようでした。なのでもしかしたらこれで読めるかもしれないので、 Kindle Unlimited 登録されている方は一回こっちで探してみて、それからご自身で本や Kindle 本を購入するのもありではないかなと思います。次はこちら、じゃん。こちら以前書評動画で出しているアナザーサイドオブ辻村瑞希さんの公式ガイドブックです。詳しくは書評動画の方を見ていただきたいんですけれども、こちらはいろんな作家さんやイラストレーターさんなどが辻村瑞希さんについて書かれていたり、辻村瑞希さんの作品について書かれているので、ぜひファンの方も辻村瑞希さんまだよくわからないよという方も見ていただきたい一冊です。ではここから5冊小説をお話ししていきたいと思います。1冊目、じゃん、村田沙耶香さんの授乳です。これ村田沙耶香さんのデビュー作なのですが、私こちら未読だったので購入しました。概要を読んでいきます。受験を控えた私のもとにやってきた家庭教師の先生。授業は週に2回、火曜に数学、金曜に英語。私を苛立たせる母と思春期の女の子を逆上させる要素を少しだけ持つ父。その家の中で私と先生は何かを共有し、この部屋だけの特別な空気を閉じ込めたはずだった。ねえ、ゲームしようよ。兄弟作他2編の、中短編ぐらいの小説ですかね。これもう私読み終わっちゃったんですけど、村田沙耶香さんの後の作品を私は先に読んでいて、それを読んだ上でデビュー作読んだんですけれども、これは村田沙耶香エキスがここに全部濃縮しているなって、彼女の本当原点だなっていうのを読んで思いました。なので村田沙耶香さんの作品まだ一冊も読んでいない方は、まずこれを読んでいただいた上で次の作品を何でもいいので読んでいただきたいです。まあ先に別の作品読んだ後にこちらに戻ってくるのもありだと思うんですけど、私は真っ白な状態でこれを読んでみたいなと思いました。というのも先に別の後半の作品読んじゃってると、やっぱりこれ読んでて、あ、ここはあの作品に似てるなっていうそのものを考えてしまうんですよね。だからぜひまだ一冊も読んでない方はぜひこちらから読んでみてください。次はこちら、またまた村田沙耶香さんの消滅世界です。概要を読み上げます。こちら概要を読むとちょっと性的なものがかなり書いてあるので、ちょっとぼかして言うと、人工授精で子供を産むことが定着した世界が舞台のお話です。で、ちょっと飛ばしますね。清潔な結婚生活を送り、夫以外の人やキャラクターと恋愛を重ねる主人公のアマネだが、その正常な日々は夫と移住した実験都市楽園で一転する。日本の未来を予言する傑作長編です。こちら私実は単行本の方で一度図書館で借りて読んでいます。ただ何度も読み返したい作品だなと思ったので購入しました。こちらの作品は、数ヶ月前に新聞とかニュースであった子宮の移植手術を見た時にこの作品が脳裏をよぎるような作品でした。結構村田沙耶香さんってぶっ飛んだ設定が多いんですけれども、これはいつか日本で起きるんじゃないかなって思うような作品だったので、気になる方はぜひ読んでみてください。3冊目、こちら
はい、3冊目も村田沙耶香さんですね。丸の内、魔法少女、ミラクリーナー。こちら私本当は単行本の方が表紙は好きなんですけれども、本屋さん売ってなかったので文庫本の方を買いました。概要を読み上げます。36歳の茅ヶ崎里奈は魔法のコンパクトで変身し、無理難題を押し付けられるストレスフルな会社員生活を乗り切っている。だが親友を守るためモラハラ男と魔法少女ごっこをする羽目になり、ポップな出だしが一転、強烈な結末の兄弟作をはじめ、性別が禁止された学校で恋に落ちた高校生の揺れ動く心が胸を打つ異性教室など4編、物語でしか描けないリアルを容赦なくえぐり、村田ワールドの真髄を堪能できる衝撃の短編集です。こちら村田沙耶香さんの本大体読んでいるんですけれども、こちらは結構読みやすいかなと思いました。さっきの消滅世界とか授乳に比べて比較的読みやすい、一般受けしやすい作品ではあるかなと思いました。なので、先に授乳読んだりして、ちょっと村田沙耶香さん、なんだろう、生々しいなって思った方は一回これ読んでみると、そうでもないというか、彼女の世界観というか面白いところがわかるかなと思うので、ぜひこちら短編集読んでみてください。私は無性生活という性別をなくした学校が舞台の話が一番好きでした。ここまででわかる通り、私文庫本全部村田沙耶香さんなんですよね。あと2冊も村田沙耶香さんのエッセイを買っています。エッセイ1冊目はこちら、隣の脳世界です。こちら村田沙耶香さんのデビューから今まで書かれているエッセイを厳選した決定版とのことで、文庫化にあたり新たなエッセイ15本を追加収録、読み終えると世界が広がるとあったので、こちら購入しました。まだ読んでないのですが、村田沙耶香さんの今までの作品読んできて、彼女の頭の中をぜひ覗いてみたいと思って購入しました。読むのがすごく楽しみです。一度単行本で挑戦しようと思ったんですけれども、自分で買っちゃった方が読むかなと思って買ったところ、15本が新たにエッセイとして入ってるらしくって、ちょっと楽しみです。最後、じゃん、綺麗なシワの作り方。ちょっと読んでみますね。シワは美しいと言いながら無駄に高いクリームを塗り込む。自意識が邪魔をして SNS に投稿できない。通販サイトを見るうちにヒートアップ。気がつけば家中段ボール箱。初めて一人でバーに入ったらそこはシガーバー。迫り来る産むか産まないか問題。アラサー女子の愛おしくも痛い日々。芥川賞作家によるセキララエッセイ。芥川賞作家ってあるので、おそらくこちらはコンビニ人間が芥川賞を受賞した後に書かれた作品だと思います。まだ読み始めたばっかりなんですけれども、アラサー女子ということで、共感しやすいかなと思って購入しました。ちょっと今私村田沙耶香さんにすごくハマってて、さっき借りてきた本も村田沙耶香さんばっかり借りてきたんですけれども、借りてよかったらまた買うかもしれません。購入本ではないのですが、拳本2冊いただいたので、そちらもご紹介したいと思います。1冊目はこちら、勇気の言霊。尾形めぐみさんという声優さん、ご存知でしょうか。エヴァンゲリオンをはじめとして数々の有名アニメに声を当てられている声優さんが、アニソンやゲーソンの新、歌手の方々と対談している本です。すごい表紙キラキラしてて可愛いですよね。ちょっと読むの楽しみにしてます。特に私はこの中川翔子さんとか好きなので、どういう対談になってるのか今から読むのが楽しみです。こちらです。成果が出るチームを作る方法。知念邦美さんという方が書かれている作品
なんですけれども、こちらに内容がざっくり書かれています。中小企業でのチーム作りが主なようですね。こちらもその実践本としてすごく読みやすそうなので、自分の仕事に生かしていこうかなと思っています。久しぶりに本たくさん買ってすごい読むのがいっぱいあるので楽しみなことが増えましたね。皆さんゴールデンウィークどうやって過ごされますか？ゴールデンウィークぜひこういう本を買ったり借りたりして読む時間に当てていただけると有意義な読書体験ができるんじゃないかなと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。これからも面白い本の情報や有益な読書の情報について発信していきますので、チャンネル登録お忘れなくお願いいたします。この動画が良かったという方は、ぜひ高評価ボタン押しておいてください。またコメントも書いておいてくださると励みになりますので、お願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。